こんにちは、オッチ買取応援団です。ブランド時計を購入する際気になる相場情報、本日2019年7月2日はグランドセイコーの現行モデルについて新品の販売相場を見ていきたいと思います。現行モデルですが3コレクション150モデル以上ありますので、それぞれ主軸となるモデルで確認していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では早速見ていきましょう。価格コムの掲載データで見ていきたいと思います。まずはエレガンスコレクションから、 SS 製 37mm サイズ三振モデルブラック文字版、クラシカルなデザインが特徴の粘作ウォーツモデル SBGX321、 税抜き定価は36万円です。価格コムに初めて掲載されたのは2017年7月で、その時の新品最安値は31万1000円でした。現在はというと全く同じ31万1000円です。調査時点での掲載数は9店舗ありましたが、グラフ見ていただいて分かる通り最安価格と平均価格が微差しかありませんでした。ところどころ最安値に動きがあるタイミングがありますが、基本的には時期による価格変動も少なければ店舗による差も少ないという結果でした。続いてスプリングドライブ搭載の SS 製 40mm モデルホワイト文字版クロコレザーブレス SBGA293 です。税抜き定価は57万円です。現在の実勢価格最安値は45万6771円でした。掲載店舗は16店舗あり、うち15店舗が49万円台という掲載でしたが、1店舗だけ45万円台だったため、このようなグラフになっています。平均価格で見た場合、過去1年では動きがありませんでした。続いて機械式ムーブメント搭載の SS 製 37mm、ノンデイトホワイト文字版クロコレザーブレス SBGW231 です。税抜き定価は45万円ですね。こちらもグラフの形状は先の2本とよく似ていますね。現在の実勢最安値ですけれども36万667円でした。やはり掲載店舗なんですけど、15店舗のうち14店舗が38万円台、同じような価格帯になっています。1店舗だけ36万円台という掲載がありました。先ほどの SBGX321 もそうなんですけれども、1店舗だけ安い掲載をしていたのは楽天ビッグカメラさんでしたね。家電量販店で高級時計買うという場合なんですけれども、ポイント還元率にも注意が必要です。金額を安くしている分ポイント還元が薄いというケースもありますので、そのあたりはよく確認してから購入するようにしましょう。続いてヘリテージコレクション行ってみます。まずは SBGR309、 2017年にサイズアップして登場したメカニカル 3Days、42mm という大判サイズに3日間のパワーリザーブを装備した自動巻きモデルです。税抜き定価は48万円となっています。現在の実勢価格最安値は41万4700円、過去1年では微差程度の変動となります。一部最安値に極端な谷が生じているのは、先に紹介したエレガンスコレクションの時と同じく1店舗のみ安く掲載したお店があったのでしょう。現在は11店舗が掲載していますが、すべて41万円台での掲載でした。続いてこちらはスプリングドライブ搭載のモデル SBGA349 です。ブライトチタン製のケースとブレスを使用した都会的なデザインが特徴のスタンダードモデル、税抜き定価は57万円です。現在の実勢価格最安値は45万6771円、最安値だけ見た場合には過去1年で4万円以上値下がりしていますが、平均はほぼ変わっていませんね。最安掲載店舗はやはり楽天ビッグカメラさんでした。続いてヘリテージコレクションにも粘作ウォーツ搭載モデルがあります。 SBGV233、 先ほどのスプリングドライブモデルと同じくブライトチタンを使用したシティウォッチブルー文字版です。税抜き定価は36万円、現在の最安値は31万1000円で、過去1年ではほぼ変化なしでした。ここまで6本見てきましたけれども、グランドセイコーは時期による値動きはほとんどないのかもしれませんね。時々最安値にポンと1店舗だけ安く掲載するお店が登場するということを除けば、ほとんど値上がりも値下がりもしていないということで、需要と供給のバランスがしっかり取れているのではないでしょうか。さてラストはスポーツコレクション、
20気圧防水と胎児性能を合わせ持ったクォーツ式のスポーツモデル SBGV243。 ファブリックブレスを使用したアクティブなデザインが特徴です。税抜き定価は30万円。スポーツモデルなので少し値動きあるのかなと思っていましたけれども、グラフ見た感じエレガンスコレクションやヘリテージコレクションと同じ傾向ですね。ところどころにぴょんぴょん山や谷があるのは、大多数の他店舗よりも高い金額または安い金額で掲載した店舗がいたことによるものです。現在最安値は25万9200円。15店舗が全く同じ金額で掲載していたため、平均価格も全く同じ金額です。続いて4万アンペアパーメートルの胎児性能を誇る年作オーツモデル SBGX291。 税抜き定価は34万円です。こちらは掲載本数が2本のみでした。現在の最安値は29万3700円でございます。過去の変動が大きく見えるグラフなんですけれども、よく見るとメモリ5円単位になっていますので、過去1年での平均価格の動きは20円ほど微差となります。ラストはこちら SBGX335。 今年発売の年作オーツ搭載ダイバーズモデルです。グランドセイコーのダイバーズというとかなり大きいサイズのイメージなんですけれども、こちらは 43.6mm×13mm 厚とややですけれども控えめな印象です。税抜き定価は42万円、対する実勢価格は最安値で36万2800円です。発売間もないモデルですが、すでに9店舗が掲載、すべて36万円台での掲載となっていました。はい、というわけでグランドセイコー新品実勢価格をお送りしてまいりました。今回の調査では価格コムに掲載されている新品実勢価格でお送りしましたけれども、グランドセイコーの新品はブティック限定など価格コムに掲載されていないものも多くてですね、その場合は定価で購入するしかありません。実勢価格の変動の少なさや定価でしか買えないという施策から、供給のバランスしっかりとっているという印象でした。リセールを考えずとも、やはり購入する際はその後の値動き気になるものですよね。グランドセイコーはその心配がないというのがいいと思います。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。